放送席、そしてスタンドのファンの皆さん、2015年初戦を見事ものにしました久見製薬新鍋選手にお話を伺います。おめでとうございました。ありがとうございました。今年最初の試合ということになりましたが、どんなゲームでしたか？今年いいスタートを切れるように全員で全力を出し切って試合をしようという話をずっとしていたので、結果、勝ったんですけど、反省点もすごく多いと思うので、また明日につなげていきたいと思います。反省点というお話がありましたが、例えば忍さん、どの辺なんですか、今日のゲームは？個人的にもすごくミスが多かったですし、チームとしても終盤やっぱり連続失点が目立ったので、そこはしっかり修正していきたいと思います。2セット取って3セット目に入った時に、序盤の早いタイミングで監督タイム取りましたよね。あの辺チームとしてはどうだったんでしょうか？相手にやられてるとこもあったんですけど、やっぱ自分たちのミスが目立っていたので、そこはちょっと良くなかったかなと思います。年末には大きな大会皇后杯を取りまして、そのいいムード年明けそのまま来ることはできましたか？皇后杯の優勝をやっぱりプラスにしてリーグにもつなげて、これからもつなげていきたいと思います。2015年スタートしましたけども、新鍋さん、初詣は行かれました？まだ行ってないです。もしお願いするとしたら、今年どんなことをお願いして誓いたいですか？全員が怪我なくいいシーズンを過ごせるように過ごせたらいいなと思います。どうでしょう、100点満点でこの2015年最初のゲーム、新鍋さん自身何点ぐらい気をつけますかね？私ですか？5点。新鍋さん自身のプレーですね、今の5点というのはね、はい、足りない95というのはどの辺ですか？本当に今日は本当に個人的にはミスも多かったので、そこが良くなかったです。先ほど明日につながるという話がありましたけども、明日もここで試合がありますので、ファンの皆さん、そしてテレビをご覧の皆さんに明日以降に向けて一言お願いします。今日は応援ありがとうございました。明日も全員で頑張りますので、応援よろしくお願いします。また明日も楽しみにしています。ありがとうございました。勝ちました久見製薬新鍋選手にお話を伺いました。放送席どうぞ。インタビュアーは MBS 馬野正幸アナウンサーでした。新鍋は反省点もすごく多い、ミスが非常に多かったという話があったんですが、はい、全体的に今日の久光の戦いを見てどんな印象を受けましたか？そうですね、やはり個々の能力非常に高いものが持っているチームだなって、今のアナウンサーが途中インタビューの時に、はい、3セット目の早めの時で中田監督がタイムを取られた、もちろんその点差の中でではそのセットどうなるかということはまだわからないんですけども、でもやはりその流れがどうなのかということをやはり監督っていうのはこの次のことその先のことを考えて対応していきますから、やはりあのタイミングでタイムを取る、監督がタイムを取るということはどういうことなのかということがすごく選手たちは意識をしましたよね。だからそこからやはり流れっていうのが安定感があるようなプレーになりましたからね。後半も第3セット少し流れが上げ尾に行きそうなところでタイムアウトを取ったり、そのあたりタイムアウトのタイミングの妙といいますかね、はい、中田監督も今日は非常に、そうですね、いいタイミングでタイムアウトを取っていたと、はいはい、もちろんこれプレイヤーだけでなしにしてベンチスタッフを含めた中でね、やはり全員が戦っているっていうのが本当にこの勝利につながった部分があるなというふうに感じましたね。はい、一方の上げ尾なんですが、はい、上尾に関しては今日3対0ストレート負けということになりました、はい、今日の試合をご覧になって上尾はどうでしたか？そうですね、久光と比較した場合に関しては、個々の能力ということに関してはやはり否めない部分はあるとは思うんですけども、はい、やはりその組織であったりつなぎであったりという部分に関しては非常にレベルの高いものを持っている選手がいてます。チーム力というのも非常に高いと思います。ですからその部分をいかに継続してやれていけるのかということが大事ですよね。はい、今シーズン10人を補強して V プレミアリーグ初昇格を果たした上尾なんですが、3対0ストレート負けということになりました。
それではガオラをご覧の V リーグファンの皆様にプレゼントのお知らせです。先ほどインタビューをお届けしました久光製薬スプリングスの新鍋選手がサインしたサインレンズをお一人の方にプレゼントいたします。ご希望の方はパソコン携帯電話でガオラプレゼントから検索してご応募ください。なお当選者の発表は発送をもって返させていただきます。セットカウント3対0で久光が勝ちました。これで久光が今日ポイントが3ポイント入ります。一方の上尾は今日ポイントなしということになりました。まあ、何としてでも上尾としては1点でもこう取りたかったということになりましたけれども ね、はい、しかしながらポイント上尾はゲットすることならずということになりました。次回の放送予定はご覧のようになっています。明日のお昼の1時から生中継ということになります。お伝えしてまいりました V プレミアリーグ女子久光製薬スプリングス対アゲオメディックスの一戦はセットカウント3対0ストレート久光製薬が勝ちました。この試合の解説は元全日本女子コーチ現在芦屋大学女子バレーボール部監督の万平守さんにお願いしました。万平さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。実況担当 MBS 金山泉でお伝えしました。